申し込む。たけし5歳年下の森田剛と結婚した宮沢りえは小柳ルミ子みたいにならなきゃいいけど。ビートたけし本誌客員編集長の世相切り将棋の藤井聡太はすごいね。あっという間に6段だもん。でも将棋自体は何が何だかわからない。勝負がついて負けましたって言うけど、おいらなんてその局面から勝った方を持っても絶対勝てないよ。あれつむじゅって以上前で投了してるから俺がそれを見ても何で勝ってるのかさっぱりわからない。藤井は若いのにあんなに強いんだからすごいのはすごいんだろうけど、これからどうなるかな。羽生善治みたいになればいいけど、どっかでつまずいたらあの天才がなんてことになるから、大事に育てた方がいいよ。今不眠って言われて芸能活動をしている加藤ふみさんも昔はすごかった。でも今はテレビに出すぎじゃないか。体のことを考えてもうちょっと仕事をセーブした方がいいよ。笑ったのが元冬樹。野生のスズメを保護して飼育してることが鳥獣保護管理法違反だと指摘された。ハゲタカとかハゲワシみたいな元冬樹が頭にスズメ乗せた写真は面白かったなぁ。でも怪我したスズメを保護したんだから別にいいじゃねえか。スズメが逃げようとしてるならダメだけど抱いてるんだし食わないだけいいよ。普通なら焼いて食っちゃうとこだよ。もう一つ笑ったのが中学生の野球大会で始球式を務めて多数の球子に襲われたっていう稲村亜美。プロ野球選手でも投げさせとかなきや。一番ホルモンが強い時なんだから一番危険だよ。宮沢りえが結婚か。しかし V6 っていろんな女優と結婚してるね。りえちゃんは2回目の結婚か。今いくつ？44歳か。それで相手の森田剛が39歳。へえ、結構年下と結婚したんだね。大丈夫かな。森田って浮気しないかな。大腸健也と別れた小柳ルミ子みたいにならなきゃいいけどね。